はい、ゆうャンネルにようこそ。はい、今回はですね、ネオ川ガ,ガーデンえ、こちらの方へ来てみましたえ。こちらはですね、アジサイが綺麗だということで、えー、特にアナベル、こちらがすごい咲いているということで来てみました。えー、それでは早速、一緒に見てまいりましょう。えー、今回来たときはですね、 ちょっと、えー、季節が、えー、遅かったかな。アジサイの方は、えー、だいぶ枯れたアジサイが多かったですね。でも、まあ、僕としては、えー、枯れたアジサイの方が好きなので、まあ、ちょうど、えー、いい時に来れたかなと思います。えー、この動画の最後に、えー、スライドショーを出しときますので、えー、そちらの方も見てもらえたらいいなと思います。 普通のアジサイは紫色、またピンク色、青色、白色と結構いろいろな色のアジサイが咲いてます。アナベルもたくさん咲いてますね。本当に多いですね、ここは。こうやってちょっとあの、下の方から取ると 紫陽花に囲まれた小道みたいな感じになりますね僕はちょっと背が高いのでこうちょっとしゃがみながら取るのはちょっと、えー、大変でしたこの辺りの紫陽花はちょっと枯れ気味でしたね やっぱり火が当たるところは全体的に枯れた感じになっていましたこちらのピンク色紫色水色もあったかなうわーデラあるわこれアナベルアナベルだらけですねここネオ川ガ,ガーデンは デイケアサービスこちらの方の建物がありましてそこの前にお庭がありましてそこに紫陽花がこういっぱい咲いています春に薄墨桜を取りに行った時に途中でこのネオ川ガーデンを通りました薄墨桜覚えてますかあの大きな桜の木すごかったですよね よかったらまたそちらの動画も見てくださいね。こちらは白いアジサイ。またちょっと水色が入ったアジサイかな。こちらの方も結構まだ綺麗に咲いてました。こちらはアナベルですね。すごいですよね、これ。こんなにアナベルが咲いているの見たの初めてですね。 こちらおた,ふくです、ね、おたふくも結構咲いてましたねこれこれおたふくに普通の紫陽花が咲いてるやつこれ僕好きなんですよ珍しいですよね本当にこうやって見ていくと すすごい紫陽花の数ですよねこれ,これあの枯れてから、えー、今度また剪定するのかなすごい時間かかると思いますよ。 この辺りは白いアジサイかな。本当に白いアジサイっていいですよね。そろそろアジサイの季節も終わっちゃいますね。桜も終わって、バラも終わって、アジサイも終わって、なんか寂しいな。次はひまわりかな。ひまわりが終わって、コスモスも終わって、そうやって写真や 動画を撮ってると1年って本当に早く過ぎちゃいますよねでも1年は早く過ぎるけどこうやって写真や動画を見てくれる人がいて本当に僕は嬉しいです本当皆さんに感謝感謝ですよ今年は雨の日のアジサイが撮れなかったのが本当に残念です 来年はここのネオ川ガーデンこちらの方雨の日の撮影をできたらしたいなと思いますこれだけ咲いていて雨の日こんだけのアジサイが撮れるなんてすごくいいと思います来年までのお楽しみですね 本当にこうやって遠くくからでも撮っててみるとすすごく咲いてますよねこうやってガクアジサイも咲いてましたえこちらのガクアジサイもすごく可愛かったですよこの辺りは水色かなちょっと薄い水色かちょっと白い感じのアジサイですねよく見ると花びらが大きいのや 花びらが小さいアジサイこれ一つアジサイといってもいろいろなアジサイがあるんですねちょっと背を低くして取ってみようかな両脇にアジサイが咲いていてアジサイの小道を歩いてるみたいですよいしょよいしょよいしょあ腰が痛くなってきましたいかがでしたか ネオガワガーデンこちらの方のアジサイ園すごく咲いてますよねもし来年行かれる方がいたらぜひ行ってもらったらいいと思います、えー、それではですね最後に僕が撮った枯れアジサイの写真こちらの方をアップしてスライドショーとして 最後締めくくりたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたまた会いましょうね